Shall we begin?はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、スキンケア紹介をしていきたいと思います。見てわかる通り完全なるお風呂上がりです。なんかね、以前からコメントで肌綺麗だねって言ってくださる方がすごい多くてめちゃくちゃありがたいんですけど、動画写りはいいかもしれないんですけど、実際見たら肌のキメがいまいちで、 SK2 に2年前くらいに行って肌年齢診断してもらった時に、他の6項目くらいあったやつのほとんどは年相応の肌年齢だったんですけど、キメだけ28歳って出て、えーみたいな。確かに私肌のキメそんな良くないわと思って、そっからはもう保湿保湿保湿ですね。 BA さんにもね、肌のキメは保湿が大事って言われたので、保湿を重視したスキンケアだと思います。ぜひご覧あれ。で、私が使ってるのはほとんどプチプラです。ほとんどもう23だし、高いもの使ってもいいかなって思うんですけど、今のところプチプラで間に合ってるから、まあプチプラでいいかなと。まあデパートで買ったやつもあるんですけど、まあとにかく一挙紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。まずお風呂から上がって最初にすることは、ティッシュを2枚取って顔を拭きます。こうやってパチ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 って、もう拭いたんですけど、バスタオルは他のとこもね拭いてるから、ちょっとなんかこう顔に使うと肌に悪いんじゃないかなと思って、まあ同じ肌なんですけど、でもここはね特に肌荒れには気にしたいなって、気をつけたいなって思うから、バスタオルじゃなくて清潔なティッシュで顔を拭くようにしてます。で、まあパタパタと軽く水気を取ったら、無印の導入化粧水を使います。これはね、化粧水のブースターとして最近有名だと思うんですけど、私もお風呂上がって一発目はこれをまずバシャバシャつけることから始まります。これをねこんな感じで取って、やばい、めっちゃこぼれる、気が集中できてないから。で、これで手のひらで広げます。なんかみんなね、ほんと指先でこうやって綺麗に広げるんですけど、私はもう手のひらでこうやってギューって押し込みながら塗っていくので、見栄えはすごい悪いと思います、動画的に。あと、もうすでに始まってるんですけど、私は物理的なこの肌への圧ですぐに赤くなっちゃうんです。で、これは物理的じんましんといって、私の慢性的な体質なので化粧水とかによるものじゃないので、ご了承ください。これほんとね、20分経ったら本当に綺麗に消えるんですよ。だからあんまり気にしないでください。しかも痛くも痒くもないんだよね。じゃあこんな感じで導入化粧水をつけたら、次が化粧水なんですけど、基本このどっちかを使ってます。まず一番よく使うのが、動画の中で何回も紹介している肌ラボ極純ヒアルロン液の化粧水になります。これは限定のなんかパッケージなんで可愛いんですけど、私はもうポンプが楽なのでポンプを使ってます。で、もう一つが無印のエイジングケアプレミアム化粧水を使ってます。これは母が私に買ってきたやつなんですけど、なんか普通の化粧水よりエイジングケア化粧水の方が強力なんじゃない、保湿みたいな感じになって、私も23だから今からたるみが出てくる時期だし、今の努力が10年後に出るっていうので、まあ、今からエイジングケアしてても別に遅くはないかなって思います。じゃあヒアルロン酸は何回も紹介してるので、この無印の方を使っていきます。これも私は大体2プッシュ入れます。で、また手のひら全体で伸ばして軽く叩いたりとか、あとはこうギューギューっとして押し込むようにして化粧水を浸透させてます。はい、じゃあここまでやったらパックします。パックは毎日してて、これは賛否両論あると思うんですけど、友達がね、肌が綺麗な子全員毎日パックしてるんですよ。本当に朝晩毎日パックする子もいたり、まあ1日1回パックする子もいるんですけど、特に親友がね、高校の時はそんなめっちゃ肌が綺麗っていう印象はなかったのに、最近どこ行ってもゆで卵とか卵みたいだねって言われてるんですけど、何してるんって言ったら、もう高校の時からずっとパック毎日してるって言ってて、私も最近ずっと参考にして毎日パックしてます。パック毎日しすぎると逆に肌が甘えるっていうことも聞くんですけど、まあ私はちょっと身近な友達を参考にしちゃってます。で、私はパックは基本個包装が好きで、今日は家にある個包装のパック最後の一人、ウルトラマンを使います。いや、なんでウルトラマンみたいな思うでしょ、私も思う。普通の個包装全部使っちゃったから、もうこれしか残っていないという。あとは今はお米のパックを使ってます。
ちなみにパックは全部冷蔵庫で冷やしてます。冷やしてそれをお風呂から出た時に取り出して使ってます。で、猫包装のパックの何がいいって、やっぱり一枚一枚のシートがしっかりしていて、液もこういっぱい入ってるところなんです。だからこうやってさ、ほら袋をこう絞るとめっちゃ液が出てくるじゃないですか。これを首とか腕とかにつけたりして、ちょっとでもボディクリームを使う量を少なくしてます。貧乏症か。それにしても絵面がひどい。やばいよこれ。イケてる私なんか。じゃあこれで5分待ちます。私はこれの上からダイソーのシリコンパックを使ってさらに保湿します。5分経った今も絵面がやばい。これ大丈夫なのか。普通に YouTube に載せるけど。はい、じゃあ5分経ったので外します。これは水で洗ってまた干しときます。ふぅ、すっきり。でね、まだちょっとこれ使えるから、首とかこの鎖骨とかにこうやって塗って保湿します。やっぱりね、首もね、将来的にはシワがついたりとかしちゃうから、なるべくね、化粧水とか塗ってシワ防止にしてます。なんかね、こうやって下向いて携帯とかは私ずっと触ってるから、多分ここにシワつきやすい気がする。やばいな。とかやっぱりさっきみたいに腕とか足とかに塗って保湿してます。じゃあパックが終わったら美容液つけます。美容液はこちら無印良品の敏感肌用薬用美白美容液をつけてます。これ言えるまでに今5回くらい噛んだ。何回言い直したか。これは LDK という雑誌ですごいね、高級美白美容液よりも何メラニンが減ったっていうレビューを見てからずっと買ってます。もうそれくらいいいらしくて、本当美白美容液ってか美容液の中で1位を取ってたので、もうこれは信用して使ってます。これは美白機能だけじゃなくて潤い機能もあるらしいので、本当にね、美容液としてはすごい完璧な存在かと思います。これを手にワンプッシュ出します。結構いっぱい出る。これを5点置き。めんどくさい時はもう手のひらで伸ばしちゃってますけどね。はい、で伸ばします。はい、でここまで来たら最後に乳液で仕上げをします。私が愛用してるのはクリニークのドラマティカリーディフェレントモイスチュアライジングローションを使います。めっちゃ長い。もうこれは私試供品で使った時につけて次の日起きたらめっちゃ肌がきめ細やかになってて、買うってなってね、まあ割と高いんですけど買いました。でもこれもう1年以上使っててまだ半分もいってないから、毎日使ってるのにかなりコスパ自体はめっちゃいいと思います。もうおすすめ。これ本当につけたらみたいななる肌が。あとね、さっき紹介した無印のエイジングケアの乳液も買ってはいるんですけど、これつけたらいつもピリピリするんですよ私。なぜか無印ってピリピリすることってあるんだとか内心思ったんですけど、なんかいつもこれつけたらピリピリしちゃうからすぐ使うのやめました。ほらもう全然使ってないでしょ。だから5回くらい使ってやめました。じゃあクリニークの乳液を2プッシュします。でこれを5点置きです。5点置きっていうかほっぺはね2点置きくらい、2点ずつ置きしてるんですけど、で伸ばします。はい、これで私のスキンケアは以上となります。今日はね終始すっぴんで本当になんか申し訳ないんですけど、なんか本当見苦しいものを見せてしまいすいません。ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。スキンケア参考になるとか真似するねって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。いやー別に肌汚いよって思った方、チャンネル登録と高評価お願いします。あと YouTube の他にも SNS、Twitter と Instagram もしてるので概要欄に貼り付けておりますので、ぜひご覧あれ。あ、ぜひフォローしてください。では以上となります。バイバーイ。